おはようございます。ジャン君、かわいい、かわいい、かわいい。おはようございます。はい、はい、はい。ジャン君、よいしょ。今8時をちょっと回ったところで、ジャン君はおはようと言っておりますが、今日9時からですね、コロナのワクチンの予約というのがあるので、今パソコンを開いてですね、準備していますが、まだ時間じゃないので受け付けておりません。この状態だね。そんなに急ぐ必要はないとは思うんですけれども、大都市の場合はですね、サーバーが落ちるということがありました。ここはまあ大丈夫だとは思う。ということで、あら、増えた、増えたよ、1個。ジャン君、ポンちゃん。そして速やかに予約が、できたらですね、黒犬おじさんはいつもの病院に行って、血圧のね、薬をもらいに行ってこないといけないね。はい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 。ポンちゃん、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 ポンちゃん。ジャン君、事件が一つ起きました。さあ、見せますよ。この書類、何でしょうか。黒犬パパのアレルギーの検査の結果が分かりました。これ、裏写りして。はい、猫皮膚 0.54、 犬皮膚0.14、 見える？それ以外はゼロ、全部ゼロ。ほら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 。ということで、黒犬パパの喉の調子、悪かったのは猫アレルギーだそうです。ポンちゃん、お笑いの事件が起きました。猫アレルギーのお父ちゃんの家でございます。でもなんか平気だからいいや。あの、薬出ました。以前飲んでたやつが1週間は効いていたけど、あと効いてませんと言ったらですね、じゃあ違うタイプの出しましょうということで、毎日2錠ずつ寝る前に、なんか眠くなるんだって。なのでそうだね、昼間から眠い今ですが、あとライブの前に飲めないね、うん、ということで、先生にはね、ライブの前、あ、ライブっていうか、その必要な時だけ、飲めばいいんですかねって聞いたら、やっぱり毎日飲んで、体の体質をっていう風に、あと眠くなるのでね、じゃあ車で運転だからっていう風にはできないということだそうでございます。で、アレルギーの薬を毎日、あれさ、全体の値段がそこそこ高くなったんだけど、アレルギーの薬高いのかもしれないね。そうね、あんまり普通じゃないからね。まあ、あの、ドとレとミの音が出にくいだけの話なので、いや、喋ってる時にさ、やっぱり、ね、まあ、なるんだけどね、うん、そういう意味ではこういう声、っていう声の歌手としてやっていくんだったら、ドとレとミが森進一っていうことで、なんとか慣れちゃえばなんとかなんじゃないかとは思うんですが、様子を見ながらやってみます。まあ、とりあえずは薬飲んでみます。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃんを撫でた後は手を拭くということに家族会議で決まってしまいました。だって
その手で目とか触るとカイカイになるでしょ。すいませんね、すいませんね、ポンちゃん。ポンちゃんがね、汚いとかそういうことじゃないんだよ、ポンちゃん。お父ちゃんがね、ちょっとね、変わった体質になっちゃっただけだよ。猫アレルギー始めました、うん、そんな体質なんだって。はい、今日からですね、アレルギーの薬、これを飲むことになります。すごいでしょ、この薬の量。年を取るとこういうことですね。あれ、これ、はい、今薬飲んだから触って大丈夫なんで。そういうもの、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、アレルギーの薬は眠くなるということですので、布団を敷いてから飲みました。さあ寝るよ。